皆さんこんにちは、タナショーです。ということで、皆さん、まあ、携帯使うと思うんですけど、まあ、ガラケーとか、まあ、最近はもう iPhone がもう8割ぐらいになってきてんのかな。まあ、iPhone 使ってる人がね、まあ、いっぱいいると思うんですけど、まあね、そんな iPhone にもね、iPhone ケースっていうものがありますよね。まあ、必需品ですよ、必需品。必需品。ジュジュなんですよ、ほんとに。iPhone って言ったら、iPhone ケースはもうジュジュってことで、落とした時にね、少しでも守ってくれたりとか、まあ最近だとこうカードを一緒に入れて、なんか財布みたいにもうできちゃう。携帯と財布をこう、一体化させちゃうっていう、なんかそういうケースもありますし、まあでもいろんなキャラクターのケースとか、もう様々な種類が今出てきてると思うんですけど、俺の携帯ね、裸で iPhone のこれケースが欲しいと思って、どういうケース買おうかなって迷ったんですけど、こう Amazon 見てたら、なんか面白い iPhone ケースがあって、それがこちらです。あ、焦った。はい、ということで、こちらでございます。見えますね、これ。カセって書いてある。カセ。まあ、こちらの iPhone ケースなんですけどね、これね、実は、手の温度とか、まあ、熱とかで、iPhone のケースの色が変わるというケースなんですよ。写真だとなんか手形とかついてて、すごいなんかこう、手のところがこう、色が変わってて、なんかね、結構かっこいい感じだったんで、あ、ちょっとこれ買ってみようかなと思って買ってみました。ってことで、早速開けていきたいと思います。トゥルリオー。もうね、綿が。また入ってます。この iPhone のところはちょっとね、布みたいな素材で、ちょっとね、結構ね、まあ、いい。問題はここですよ。まあ、手を置いてみよう。置いてみます。見ます。こっち。取ってみますね。せーの。ポイーン。え？ちょっとあの、摩擦でこうやってやったりすると、あー、わかった、変わってきた。おー、変わってる。おー、なんかめっちゃ変わってきた。側面めっちゃ変わってるんだけど。側面の反応がすごい。ちょっとね、あの、ドライヤー用意してきたんで、ドライヤーでね、ドライヤー当てて、もうなんか全身緑にしちゃおう。もうシュレックにしちゃおう。おー、すげえ。びっくりするぐらい緑。ほら、おー、もう一瞬、ほら、一瞬。ちょっとね、今から、鉛筆の蓋みたいな、鉄の金具をちょっと温めて、こうね、文字が書けるかやっていきたいと思います。はい、ということで、いきます。いきますよ。せーの。おい、おい。おー、すごい。すごい、でもこれ手、こうやっちゃったら、もう手。めちゃくちゃすごいですね。どういう笑い方これ、どういう笑い？すごいこっち寄ってる。iPhone に装着していきたいと思います、そういえば。ちょうどいい。見た目黒なんだけど、こうやってずっと持ってたりすると、こういう風に緑に変わる。おー、ちょっといいね。で、ここに、このリングをまあ、ここにつけちゃえばね。さっきのリングをここに、こうやってつければ。あんまできねえじゃねえか、お前。